フエンヒローラの戦いは、半島戦争中の1810年10月15日、フランス方のワルシャワ公国の守備隊がこもる、フエンヒローラのソワイル城を、アンドリュー・ブレーニー率いるイギリス・スペイン連合軍が攻撃した戦い。ブレーニーは、海沿いのソワイル城に対して、水陸両面から攻撃を仕掛け、激しい砲撃を浴びせた。城を守るのは、フランス帝国と共に、 半島戦争に参加していたワルシャワ公国軍第4、不評連隊のポーランド人だった。彼らはわずか300人から500人の兵力で、圧倒的多数の敵の猛攻を耐えたばかりか、イギリス軍の第89不評連隊などに大打撃を与え、巧妙な敵将ブレーニーまでも、捕虜とする大勝利を挙げた。この功績により、フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトは、 戦闘に参加したポーランド人将校たちに自らレジオンドヌール勲章を授けた。フエンヒローラは中世には重要な貿易拠点として栄えた。あとウマイヤ朝のアブド・アンラフマーン3世は海からの攻撃を防ぐため地中海とフエンヒローラ側の間にソアイル城を建設した。時代が下って19世紀初頭の半島戦争ではコスタデルソル地域は 最重要地域とはみなされず、フランス軍はほとんど抵抗を受けずこの地域を占領した。1810年までは民衆の抵抗運動もほとんどないに等しかった。そのような安定した地域であったため、1810年10月、内陸の戦いで大打撃を被ったワルシャワ公国軍が休息を兼ねて守備を任されることになったのである。ソワイル城には、 ワルシャワ広告軍第四不評連隊の150人と11機のフランス流機兵が守備隊として入り、フランツシェクムコシェビチ隊員が指揮を取ることになった。近隣の町では同様にミハスにエウスタヒヘウミツキ中尉と不評60人、アラウリンにブロニシュ少佐と不評200人、流機兵40機が駐屯した。これらの守備隊はすべて マラガに駐屯しているホレース・セバスティアに将軍の軍団の帰下にあった。軍団全体では、兵数1万人を数え、ジブラルタルのイギリス軍から、アンダルシア南部のスペインの反フランスパルチザンへ武器が流されるのを防ぐ人を追っていた。1810年秋、イギリスのブレーニー少将は、遠征軍を率いて、ジブラルタルを出発し、マラガを奇襲で奪う計画を立てた。 小さなフェンヒローラの所要祭が守るだけの海岸はイギリス軍の上陸に最適な地と判断された。また、スペインのパルチザンがこの地域の守りが薄くなっていることをイギリス軍に伝えてきた。10月、ブレーニーは第89不評連隊を招集した。この軍はフランス軍から逃れてきた兵からなる不評大隊や交換隊。 スペインのトレド連隊などから構成されていた。当初の兵力は艦隊の兵員を除くと1700人であった。彼らを乗せる艦隊は HMS トパーズと HMS スパローホークという2隻のフリーゲート、5隻の砲艦数隻のブリック、輸送スループからなっていた。10月14日、フエンヒローラの2マイル南西のラからデルモラルにイギリス艦隊が現れた。 イギリス軍が上陸すると、小規模なスペインのパルチザン諸部隊が合流した。ブレーニーは陸軍を率いて海岸沿いに北上し、これに艦隊も並行して移動した。午後2時、イギリス軍がソワイル城に到達し、ブレーニーは守備隊に降伏を勧告した。ムーコシェビチがこれを拒んだため、イギリス艦隊の砲艦が城への砲撃を始めた。圧倒的不利な状況下で、 ポーランド兵はよく持ちこたえ、逆にザクジェフスキ軍曹らがイギリス艦隊の砲艦を一隻戦闘不能にする戦果を挙げた。防衛側の二門の大砲は軽量で射程が長かったため、残りのイギリス砲艦はその射程外に交代せざるを得なかった。一方、ブレーニーは二隻のフリーゲートの支援砲撃の下で、 正面突撃を仕掛けたが、不評連隊のグラント少佐が戦死するなどして撤退を余儀なくされた。夜の間、イギリス軍は、砲艦の大砲を陸上げし、皇兵たちが城壁の近くに二つの砲台を建設して壁を破壊しようとした。しかしその頃、砲声を聞いて事態を把握した平海月注意率いるミハス守備隊が、野員に紛れて、イギリス軍の戦列を通り抜け、 ソワイル城守備隊との合流を果たしていた。翌15日朝には、アラウリンのブロニッシュ少佐の部隊も状況を知り、ミハス城へ向かった。ブレーニーの命令でミハスダッシュに向かっていた450人のスペイン人、ドイツ人部隊と遭遇したブロニッシュ隊は、銃剣突撃によって、これを撃退した。15日朝、ソワイル城へのイギリス軍の砲撃は、激しさを増し、 城の塔の一つを破壊した。午後2時ごろ、イギリスのフリーゲート HMS、ロトニーやスペインの軍艦がフェンヒローラに到着し、第82不評連隊の932人が工場軍に加わった。これに対し、ムーコシェビチは負傷兵を城に残し、130人の兵を率いて敵の砲台を奇襲した。工場軍は完全に今日疲れ、 砲台の丘を守っていたスペイン軍部隊は10分の1の数に過ぎない敵を相手に混乱状態に陥り撤退した。砲台を奪ったポーランド兵は逆にその大砲で工場軍の陣営を砲撃し始めた。ポーランド軍に経験ある砲兵将校がいなかったため弾はほとんど命中しなかったが工場軍の再編を妨げるには十分だった。30分ほどして 海岸でようやく部隊を再編したブレーニーは砲台の再ダッシュを命じた。数では圧倒的に劣る守備隊は砲台の火薬を爆破して城へ撤退した。そこへアラウリンからのブロニシ隊が到着し追撃で戦列が伸びきっているイギリススペイン軍を左方から攻撃した。200人ほどながらよく急速を取り装備も整った部隊の襲撃を受け、 イギリス・スペイン軍は城へ逃げるムーコシェビ地帯を追撃しきれなくなった。さらにほぼ時を同じくしてフランス軍第21流気兵隊の30機がイギリス・スペイン軍の不評隊を奇襲し、イギリス・スペイン軍は浮き足出し始めた。ブレーニーがポーランド隊に捕らえられた後、イギリス・スペイン軍はポーランド兵に再々奪取された砲台から砲撃を受けながら3を乱して逃亡した。 フエンヒローラでのポーランド軍の英雄的な勝利は、イギリス軍から見ると、半島戦争中の数少ない決定的敗北であった。ブレーニーは1814年まで4年近くフランスの捕虜となっていた。後に彼は回想録の中でフエンヒローラの戦いの意義を弱めようと努め、自分を捉えたのは、ポーランド人ではなく、同じく、 フランスに協力していたアイルランドの独立運動組織ユナイテッド・アイリッシュ・メンだと主張した。しかし事実として彼が降伏した際に差し出したサーベルが現在ポーランド・クラックフのチャルトリスキ美術館に展示されている。一部のイギリスの軍事視野はイギリス軍が敗れたのはマラガからセバスティアに将軍率いる大規模なフランス軍の援軍が到着したからであると主張している。 しかし、セバスティアニ自身がスールト元水に送った報告書によると彼がフエンヒローラに到着したのは10月16日朝ですでに戦闘は終わっていたという。この問題に関する議論は現在でも続いている。ありがとうございます。